左。ここ無人多いね。無人多い、ここ直売。何ここ、あー、里芋とか。椎茸、あ、椎茸があった。うや、椎茸を買おうと思ったんですけど、あの値段が書いてなかったのでちょっとやめておこうと思います。どこにも書いてないよね。書いてないの、多分100円だとは思うんだけど、やっぱ書いてないからわかんないもんね。うん、ふれあいパークカジキ大田滝、大田滝、大田滝大田滝は滝見台からご覧いただけます。歩いていくみたいです。見えた見えた。え、これだったっけ。ちょっと違う。思ってなんか違う。大田滝。いつもの、あっち側の高速道路から見える時かと思ってたら違ったね。うん、だね。うん、高速から見えてるのはもうちょっと向こう側だったかな。それも嘘、それもあっち側を向いてるから ね、高速側を向いてるから、うん、あれちょっと近くで見たいよね。うん、見たかった、それかと思ってたもんね、うん、青山の看板だよ。どうせ買い看板もちょっとエギを買いに釣り具屋さんに寄りたいと思います。エギを2つ亀屋さんで買って、はいはい、で今キャンペーン中でエギ2つ買ったら抽選で5頭だったかな、うん、が当たって、あ、くじを引いたんだ。くじを引いたの、うんうん、他の形が書いてあるね、うん、あ、こんだけやったら1キロってことなんだ。そうここまで、うん、今現在地区はここの亀屋さんになるんですけど、ここから9分の距離にある重富温泉に今から向かいたいと思います。ここです、重富温泉。すごいなんか外観がめっちゃいい雰囲気。あ、ここなんだ、重富温泉。あ、ここだ。え、ここ、ここ、うん、ここ、こっちに、あ、ここだ、あ、ここだ、開いてる開いてる。あ、本当だ、よかった。いうところにあるんだね。いいよ。はい、今日はこんな感じで、うん、車中泊をしようと思います。もうバッグのマットを敷いてきて、荷物なんかは全部下に置いてあります、うん、冷蔵庫にポータブル電源に、うん、あとこっちはあの夜遊び用の釣り道具。そうで、ここに隙間に竿を入れて、うん、これをちょっと、はい、こうすれば取れるっていう。そう、でもやっぱり荷物を入れると結構いっぱいいっぱいになるよね。あ、なるね。初の車中泊です。私は今から温泉に行ってきます。温泉の準備をしていきたいと思います。どうしよう、前から取ろうかな。ケツはごめんなさい。ちゅうかさ、めちゃまたいで置いたよね。またいで置いてるから、め痛いです。痛い。取りにくいよね。うん。でっかい切るわ。うん。一旦重富温泉についてお風呂に入ろうと思ったんですけど、夜釣りをするよねっていうことになって、ちょっと今日泊まるところがここからまた5分ぐらいのところにあるんですね。でも5分だったらもう夜もう一回来てもいいんじゃないっていうことになって、ちょっと予定を変更しまして、今日泊まる場所の渚公園に向かっていきたいと思います。はい、渚公園にやってきました。どうかな、一応左は左だよ、場所的には。ここ、あ、ここだ、うん、そうそう。でもここどうなんだろう、こ
ち側は、あ、午後10時以降の向こう側、あ、でも10時以降こっち入れないんじゃない？え、そうなの？うん、って書いてあったよな。うわ、めっちゃ景色のいい場所、猫いっぱいいるし。うわ、本当だ、すごい。でもみんなブクブク太ってるから餌がもらえるんだろうね。綺麗に桜島が見える。真正面に桜島、すごい景色のいい場所。どうかね、ここだって浅いもんね。浅いもんね、うん、すっごい猫が多い。中にも3匹だからよ、かわいい。本当に中に収まってる。自分から入ったのかな。おお、いい猫。かわいい。で、一旦いろいろ見てみたんですけど、どうもちょっと車中泊をするにはあまりこう望ましくないというか、できる雰囲気じゃないのかなっていうのを思って、ちょっとね別な場所を探してみたんですよ。そしたら、高岡公園っていうところが見つかって、そこは結構あの駐車場も広いところなので、そっちの方が車中泊をするにはいいのかなと思ったんで、一旦またあの温泉温泉に入ってからその高岡公園に向かいたいと思います。なので重富温泉にもう一回帰ります。何度も何度も同じところを行き来してますが、重富温泉入ってきます。6時半には着くかな。うん、まあいいかもね。ね、じゃあ早く。うん。あら、虫が入ってきたかも。嘘。うん。ああ、本当だ。後ろの窓が開いてるから。ああ、本当だ。昼寝したっけ、話だった、うん、すごい。そして駐車場の隣にお墓がいっぱいある。本当だ。素敵。ここカヤックも出せるじゃんね。ね、出せるね。晴れだったら特に。でもね、雨予報なんだよね。うん。明日の朝はね、ギリ持つと思う。持つかな。8時ぐらいから 0.1 ミリって書いてあったから。そんなもん。うん。こんぐらいの明るさの時はまだ、うん、行けるかもしれない。霧島近郊湾国立公園。ダメ。あ、ちゃんと通路があるよ。ねえ。そうなの？往復1キロが片道、1キロが往復だったから。そういうこと。うん。あれは、本田藁が生えてるから、以下絶対いるよ。マジ？うん。もうここで釣れたらカヤックいらないじゃんね。ね、カヤックはカヤックでしょ。そういう話ではございません。突然車中泊スタイルになったんですけどね、すごいもう前途多難と言いますか、なんと言いますか、外すっごい寒いんだけど、あの車の中すごい暑い。やっぱカーテンないとダメだ。そっ
で、この小窓で換気できればまだちょっと違うんだよね。やっぱり小窓用の網戸っていうかさ、あの100均の網で代用できるらしいわけ。網戸代わりにさ、なんか換気システムと、あの、このドアの網戸、あと後ろの、その、何、後ろのそっちのドアのさ、網戸も準備しないときついね。これ多分寝れないよ。無理だよね。暑すぎて。この時期でだもんね。うん。温度差何度ある外と。めっちゃ暑いの今。でそれもちょっとお湯で湯煎しないといけないものを買っちゃって、うん、これがねまたね何も考えてなかったわけじゃないんだけど、うん、まあ、社内でコンロを使って、うん、まあ、ちょっと何かすればいいねっていう風な感じだったから、うんうん、テーブルとかは何も持ってきてなくて、うん、でだここでもやって、あのガス火つけてさ、いや無理だって、ここで湯煎して、だ後ろを開けるしかないよ。あーだよね。うん。それでいこう。うん、あでも涼しくなった。このぐらいだよね。うん、今21度。21度、快適くんです。あ、後ろのあの風防立ててね。あそうだね。風防ほらやっぱあれだね、下に入れるの蓋付きダメだね。どういうこと？だって上げてさらに蓋を上げないといけないよ。うん、洗剤がこぼれてる。ああこぼれてる。やっぱマジしょうがない。また帰ってから洗剤もみれ。やばい、イライラして出した。いや、イライラしてない、イライラしてないけど、うまくいかないなと思って、うん、そうだよね、誰だって初めてあるから。そうなのよ。この鉄板焼きハンバーグ、はい、ファミリーマートの商品だね。はい、でハンバーグステーキ、うん、これも美味しそう。お、30分湯煎で温めます。30分って書いてあったよ。なんで30分じゃなかったでしょ。30分って書いてあったよ。は、なんで30分、10分だって。嘘、30分なわけじゃない。俺の方30分って書いてなかった。10分だよ。だってその時も30分なんて言ってないもん。あの時、うん、どっから出てきたの30分って。本当だよ。ポテトサラダとごぼうサラダ、はい、カズさんのおつまみ俺のおつまみ恥ずかしいからやめて。ご飯もおにぎりを買いました、はい、これはもうカズさんの分だけね、はいはい、こっちがカズさん、コーヒーゼリーね、うん、こっちが私、はい、冷蔵庫に入れれば、うん、冷蔵庫に入れとく。しゃ、しばらくお待ちくださいね。わあ、冷気が来る。やっぱりいいね、冷蔵庫。冷蔵庫はいいよね。うん。もうご飯ができる前に、私はお風呂に入って飲みたいんですよ。でも我慢してたんで、まあ、先に飲んじゃいたいと思います。はい。で私はいつものコーラで、後で魚釣りに行くので。乾杯。あ、うん、いいよ。マジ快適だね。だからどうする？ここの網戸はもう絶対いるんだよ。このポテトサラダ半分ずつ食べる？それともポテトサラダ全部食べたい？全部食べたいです。これ結構いっぱい入ってる。うん、いっぱい入ってる。これで100円ちょっとはいいよね。うん。ごぼうサラダも好きだな、私。うわあ、美味しそう。よし。わあ、美味しそうだな。はい、じゃあ夜ご飯出来上がりましたので、いただきますで食べたいと思います。狭いけど。よいしょ。
こうやって後ろカメラとかいっぱいあるから。よし、はい。じゃあ、いただきます。いただきます。ね、ガズさんもちょっと真ん中から切ってみて。わー、美味しそう。私が。うん、見て。ほら。うん、こっちもね、肉汁、ジュワーだったよ。すげえ。美味しい。うん、ご飯食べ終わってゆっくり時間なんですけど、うん、まあ明日の朝早く起きてイカを狙うか、うん、今から行って、まあ、ちょっとやるか、うん、まあゆっくりしたよね今日は。そうね、うん、だからもう朝にしよう。で 朝も5時半ぐらいに起きて、うん、釣りをして、うん、どっか8時か9時ぐらいにはもうここを出て帰るっていう感じで、ね、うんうん、いいんじゃないっけ。もう明日も用事があるからね。そうそうそう。今日はこんな感じで寝たいと思います。いや、ちょっと待ってどう、今やばいんだけど。ただの飲んだくれになってる。車中泊楽しいらしいですよ。はい、今日の寝床はこんな感じです。まあちょっと近いんですけど、このベアーズロックの寝袋をですね、二つ敷いて、封筒型の寝袋を二つ敷いて、まあ、ちょうどっていう感じですね。まあ、ハイエースの幅的にっていうか、この、バックのマットが二つ並ぶように作ったので、まあ、ジャストサイズって言えばジャストサイズ。めっちゃジャスト。うん、ちょうどいいね。うん、まあ、でも、欲を言えば、こっちの壁か、もしくは、まあ、こっちの方にもうちょっと収納が欲しい。いや、もう限界だよ。限界だってね。で、上の方にはクルムも置いてるんですよ。寒くなった時に着ようかなと思って。これもベアーズロックのクルムですね。でもね、ここやっぱあるのいいよね。これ携帯ここに載せてるんだけど、うん、今もまだこれもちょっとコンロとかも載せてるんですけど、うん、こうやって上にも収納場所があるから、私は別に横はいらないと思う。そうそうそう、横でも欲しい。車中泊めっちゃ楽しい。うん、なんかほらこう見たらホテルみたいだもんね。マジ？すごくいいよ。そう。うん。最善の手でエレンを止められたとしても。はあ、体が。おはよう。おはようございます。寝れた。寝れたけどやっぱ枕がないとだよね。うん、6時9分だね今。15度。じゃあ行きましょうか、朝のお散歩に。行きましょう。イカを釣りに。釣り人いる？いるよ。何台ぐらいいる？2台。
じゃあ帰ろう、うん、車に、はい、すごい気持ちがいい朝だね。ね、気持ちいいよね、ほんと。今日の朝ごはんは何？普通のパン。パンに野菜とか乗っけて、まあちょっとピザ風な感じ。ピザパン。ピザパン。うん、ちょっと開けます。あ。おーおー。おお。ああ、やっぱりいろいろちょっと問題が出てくるね。そんなもんよね。問題は山積みだよね、でも本当に。やっぱりやってみないと本当わかんないね。うん。風が結構通り抜けるもんね。うん、どっちから通り抜ける？吹き抜ける。こっちから。だね。こっちを閉めようか。うん。料理はしやすそうだね。料理はしやすい。本当に料理は楽なんだけど。くるっと巻くから、この状態で巻いてから、もうちょっと。あ、それそうだった。あれ持ってくればよかった。ホットサンドメーカー。あ、あるんだった。ホットサンドメーカー。ね、ホットサンドあるのに。どうしたの？本当だ。うん。ないつもりだったの？いや、もうこれしか頭になかったの。な。え、なに？怖くないの？人間が。はい、はい、いただきます。いただきます。手拭きある？そっちにある。私も手拭いたから食べる。うん、あ、おいしい。あ、やっぱサバヨーグルトだ。いいな。うん、おいしい。なんで2個買ってくれなかったの？食べたよ。昨日の夜食べたよね。朝食べようねって言ったのに、うん、え、俺背中だ。潮が満ちてきて全然先まで車があったんだ。ということで、はい、今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。Thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those.